やってます。ヤサダイサーカスのクロちゃんです。我が家つぼくらです。え、そんなことしてくれるんですか。キスマイトツー二階堂です。岩崎亮太です。坂上茜です。矢吹奈子です。はい、よろしくお願いします。お願いします。二階堂さん、ツアーお疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、まあ詳しくは来週話しましょうということですね。はい、はい、来週話しましょう、うん、はい、ということで、うん、スムーズになりましたね、オープニングクロちゃん。確かにね、はい、これきちんと見るようにしてます。誰を二平さんを見てます。二平さんの気分を、はい、手の角度がね、なんかサッと下ろすわけじゃなくて斜めからトンってやる感じがいいですね。完璧だ。だんだん、え、二平くんなってどれぐらい、二ヶ月ぐらい、三ヶ月ぐらいじゃないですか。三ヶ月ぐらい、なんか貫禄が出てきたね。ちょっとね、なんか先週あたりかな、ヒゲもなんかちょっと蓄えたりして、帽子も後ろにかぶって、ちょっとね、全然ちょっと調子に乗りすぎだよね。違う違う、今のは皆さん聞こえてないけど、調子に乗りすぎですかねってマイクで来たから、調子に乗りすぎだよっていう売り言葉に買い言葉ですよ。僕発信じゃないですよ。帽子取った。すいません、かぶってていいですよ。全然いいですね。やっぱ面白いもんで、どこにつくかで人って変わるんですね。やっぱね、うん、なんかジョブズが昔言ってた、え、なんていうんですか、そんなようなことを言って。あまり覚えてない。雑名言言うとこ。いい、ね、いい仕事ができないのは、それほど期待されてないからだってさ。ああ。ああ。うん。そのポジションにつけば。ポジションにつけば、それなりの仕事。なるほどね。うん。お前できるってやって、そのポジションにつけば、大体できると、うん。期待されればできるっていうのを、ジョブズさんが言ってました。まさにその通りだ。はい。こんなことやってくれるんですかっていう。はい、オープニング。あの、もう YouTube 個人チャンネル、はい、うん、でもう撮影ガンガンやってるんですけど、はいはい、すごい、うん、多分これが放送される時はまだ流れてないのかな、うん、まだ流れてないと思いますけど、もう X でも言ってるんで、うん、全然話せるんですけど、うん、その前にいい、はい、ちょっといい、なんすか、うん、X 二階堂が始めたっつってさ、はいはい、あの、お赤いびっくりマーク、うん、がおじさん構文、おじさん構文、はい、って言われた次の日から普通のびっくりマークに、はい、ちゃんと戻しました。マジで勉強した。なんでよ、ちゃんと戻した。いいじゃないですか、赤びっくりで絵文字ももう使わない。あら、対応が早かったですよね。対応が早かった。そうだよ。もう自分のウェブではもう今まで通り、なんか絵文字のびっくりマークとか絵文字は使うけど、もう X はもう言われたことを俺はやる。勉強したんだから。ファンの人からの反応はどうですか？あの、なこちゃんに言われたからってやめなくていいのに。めっちゃ厳しいの人見える。あ、メール来てるみたいな。びっくりマークつけてくださいっていう。あ、メールで来てるんですか？ちょっとそれびっくりマークつけて、いやでも俺おじさん構文になるから俺はやらん。しかもこのねラジオで喋って、はい、オンエアになる前にもう変えてるから。俺はこれおじさん構文だったのかと。え、でもそれで私もう一個気になるところあるんですよ、二階堂さんのポストで。あの、どうもキスマイフットツーの二階堂たかしですから始まるじゃないですか。うん、X はね、こんにちは、あ、違う、それは YouTube か、うんうん。こんにちはみたいな感じで始まるんですか、うんうん、いや、知ってるって思って。いらないよ。自己紹介いらない。いらない。あ、いらないんだ。いらないですね。あんまりいない。あんまりいない。いや、全然いいんですけど、なんか毎回ちゃんと自己紹介から入ってて。二階堂くんって分かってフォローしてるわけだから。そうです。うん、名前も書いてるし、うん、最初に、うん。そうなんですよ。でも、じゃあ、もうそれもやめる。自分でいいんですよ、律儀だなと思う、ね、多分ね、何かやることに対して、うん、もう自己紹介するっていうことがもう多分染み付いちゃってる。あ、なるほどね、そう、うん、でもそれは別に続けてもいいし、うんうん、絵文字も戻してもいいし、いや絵文字は戻さない、うん、そこだけは固くな、面白い、うん、で、あの、やっぱり月曜日の公式のって誰がやってるんですか。二平くんがやってる、あの放送終わった後に、うん、やたらびっくりマークつけてたよ。あ、おい、いじっとるやないか。おい、いじっとるやないかい。二平さんです。二平さん。やっぱちょっと初心者。いじっとるやないか。
まあまあまあ好きにやってください、はい、ありがとうございます、はい、でごめんなさい話あの途中になっちゃう。 YouTube 撮影でキャンプ場行ったんですよ、はい、あのアウトドアチャンネルなんで、はいはいはい、キャンプ以外もやりますけど、はいはいはい、キャンプ撮影でまず電話で撮影してもいいですかっていう許可取りするじゃないですか、うん、であもちろんぜひいいですよっていうことで、はい、その日が本当たまたまなんですけど、うん、あのお客さんゼロだったんですよ、平日で。あら、休日はもちろん、うん、もうお客さんパンパンになっちゃうけど、うん、たまたま本当にこんな日珍しいんですけど、うん、お客さんがもう二階堂さんたちだけなんで、うん、もう好きに使ってください、どのサイトも使ってくださいって言って、うん、でももう予約してたサイトがあったんで、うん、まあもうそちらのサイトでもいいです、大丈夫ですって言った上で、あのこちらのサイトもいいんですけど見てみますかって、もしよかったらそっちがよかったらあの変更でも全然大丈夫です、サイトって何ですか。あ、ね、キャンプをする場所、うん、あ、そう、区画エリアみたいな、エリアによって全然違うもんなんですか。景色も違うし、うん、大きさも違うし、うん、そう全然違う。だから、うん、そこも見せてもらって、あ、うん、もう元々のあのサイトで大丈夫ですよっていうので使ったんですけども、お客さんいないんで、うん、ちゃんとキャンプサイトの紹介全部できたんですよ。お客さんいたらもうできないから、うん、そっか、映るからですね。そう、もうここには何があって、うん、こういうサイトでこのサイトにはこういうことがオプションでついてますとかっていうのを全部あの撮影したら、もうそのキャンプ場の方も、あのそんなやってもらって大丈夫なんですかって言われて、うん、あ、全然大丈夫ですよ。お客さんいたらもちろんできなかったんですけど、うんうん、いないのでもうあの紹介は全然させていただきますって言ったら、うん、多分その従業員の方が社長さんに話を通したんですよ、うん、そしたら社長さんからその従業員の方にご連絡があって、うん、あのお酒、うん、をちょっとプレゼントしてあげてほしいって、焼酎と日本酒1本ずつ、それもいただいて、で帰る際にはその従業員の方から、あの社長からなんですけど、うん、あの次回ももし撮影で来られるんでしたら、うん、あの貸し切りにします、 無償でって。すごくないですか。すごい。じゃあ俺らが言っても無料、うん、そう。でもやるぜ。あ、でも撮影しなきゃダメだよ。それはね、うん、あ、でも撮影したらみんなにギャラ払うからダメ。このメンバーでやってよ、うん、一回 YouTube 出してよ。いや、みんながいいならいいけど、うん、じゃちょっと本当にもうちょっと YouTube が軌道に乗って俺にの財布に余裕が出たらやろう。いやいや、そんなクロちゃんが出れば再生回数バン上がるでしょ、うん、本当、うん、上がる上がる。わからないしんよ。いや、何これ怪しい。早いな早いな、事故に気づいて。え、誰も YouTube ってちなみにやってないですか。やってない。あ、クロちゃんがやってるのか。うん、だからクロちゃんとコラボ。ああ、うんうん、クロボコラボしたら、なんかそれはタレントさんとマネージャーさん同士の話し合いらしいんですけど、うん、もう、うん、あのギャラなしでとかも全然あるんだ。それはコラボしたらね。コラボだったら別にそのギャラとかそんなうんぬん抜きで、うん、コラボっていうことで、うん、あのOK ですみたいなのをお互いのチャンネルに出てみたいな。前半クロちゃんの方で流して、うん、後半二階堂くんの方で流すとか、うん、企画全然違うのやったりとか、うん、クロちゃん YouTube 何やってるんですか。YouTube 何やってるんですか。どういうこと、内容、内容、ほんと、まあなんかあの知らない曲をファーストテイクで歌わされたりとか、うん、あ、新しい試みだね。新しい、いや、結構前からやってるなんか聞いてるしな、これ。あと、まあ、なんか誰かと一緒にそういう風にコラボみたいな感じで、芸人さん来たりとか、まあ結構バラバラ。なるほど。じゃあ、なこちゃんやってないの。やってないです。ゆうたくんもやってない。もう YouTube はやってないですね。じゃあ、このメンバーで本当にもしキャンプなりグランピングするんだったら、うん、このメンバーでみんなでクロちゃんのチャンネルも出ようね。うん。そしたら。うん。うんうん、それでギャラもらうよ。それね。なんでなんで？え、だって俺もそうだよ。みんな4人に俺ギャラ払うんだから、うん、クロちゃんのチャンネルにみんなで出たら4人にちゃんと払わないと、うん、ダブルで、うん、1時間50万だよ。1時間50万いや、どんな高級取りだよ本当に。収録時間1時間50万いやいや、ないから、そんなの高速時間ダメダメダメ、お金払いたくないから出なくていい。おしゃ、俺に50万だ、事務所で全部で100万よ。いやいや50万割り数が合法じゃないんだよでも全然俺もギャラとかいらないから、なんかやらしいんだったら出たら、ね、でもなんかできるんだったらちょっと話してみます、うん、やりたい、うん、ぜひお願いします、うん、ぜひぜひ。
あ、話終わった？話終わりです。あ、もうその社長がこんなことされるんだっていう。すごい気前のいい喜んでくれたんじゃない？本当に。でもそっか、二階堂くんの YouTube 見れば、うん、そこがどこだか分かる。もう全然分かります。分かっても別に、うん、全然分かる、ね。全然大丈夫です。そんなに紹介してくれんでもそうね。だから放送後、あの、ぜひ気になった方は行ってみてください。そうよね。だから、うん、ね。まあ、それで紹介してもらえるのは向こう側としても嬉しいし、うん、ってことだよね、うん、お互いが多分すごい丁寧にだからね、そのやってたのを多分授業の人も見てたんじゃないだから、うん、そう、もう一個一個本当自分たちでインサート物撮りとか全部やってる、そんなことやる日が来るなんて思ってなかったでしょ、うん、思ってなかった、いやでもちゃんと本当にキャンプが好きなんだろうなとか、うん、トラッピングが好きなんだろうなと思っているからちゃんとやってくれたんでしょうね、うんうん、まあ、そうじゃなかったらね、うん、うん、いやいや、ありがたいです。ぜひ、はい、聖地巡礼じゃないですけど、はい、2回のキャンプ、うん、はい、よろしくお願いします、はい、さあそれではここで1曲聴いてください。キスマイフット2でハートブレイカー。我が家つぼくらです。 MBS ラジオ AM1179FM906 あっぱれやってます。体重測りましょう。いやそんなのないでしょ。コーナーみたいな、ないでしょそんなの。メール読む前にとか一言つけてください。いや、いっぱいなさいじゃないで、行ってきます。いや、行ってきます。いや、行ってきます。いや、行ってきます。体重計は準備されてる。そう、先週測れへんかった。すいません、うん、2週間に1回測るって決めたんですけど、先週ちょっと忘れちゃいました、はい、時間なくなっちゃったんで、はい、103.5 キロで、ダイエット1キロずつ痩せたら1万円ずつ1万円もらえると。増えたらクロちゃんが払うってことですね、うん、いやもうよくわかんないルールなんだけどな。それはそう、ウィンウィンでいかないと、うん、なんで、うん、でも今日運動してきたからちょっといい感じに落ちてる。 あ、そうね、確かに今日朝もジムトレーナー呼んでやったし、うん、で歩いたし、でカポエーラ行ってきましたからね、うん、ブラジルの格闘技の。すごいですね、はい、もうこれは SL でしょう、ね、けどだけどちょっと食べたりもした。早くやろう、もうとっとと早くやろう、本当なんなんじゃ。やらないよ、やらないよ。だったらやんなくていいじゃん、早くやって。なんで早くやって、早くやって、乗って乗って乗ればいいんでしょ。乗って数字言ったら下がって。これ16歳、19歳じゃないよ。乗ってみてください。これで、あ、これ多分まだまだか、まだか、多分設定ないですよこれ。早くやってね、お願い、早くやって。早く乗って、早く乗って、ただ測るやつに。クロちゃん早くやって。いや待ってよ、なんか設定みたいになってるよ。これでちょっと、これで手の中で早く乗って。いってらっしゃい。 103.5 から増えてるのか、いるんでしょうか、増えてないのか。いってらっしゃい。おはい、うん、ああ、ああ、どうだ、りょうたくん、あ、来ました。はい、うん、うんと、どうだ、 102.3。 おお、やってる、やってる、1キロ落ちてるよ。すごー、なんだ、ちゃんとやってるじゃん。いや、減ってるじゃないですか。2キロ落ちてる。さあ、ここからメールをいただいております。いや、待って、感想ちょうだいよ。いやいや、大して落ちないし、面白くないなんじゃないよ。来週また測ります。いや、無双でしょ。来週また測りますんで、その時はよろしくお願いします。いやいやいや、今から感じますよ。よろしくお願いします。いやいや、頑張りますけど。この調子、この調子。いやいや、違う違う違う。振り舞いって何なん。この調子、この調子。いやいやいや、クラスクラスじゃないから。いや、はい、行きましょう、メール。はい、北海道アリサさんからいただきました。ありがとうございます。やる月メンバーの皆さん、こんばんは。こんばんは。初めてふつおたを送ります。ありがとうございます。先日キスマイフット2のコンサートで名古屋に行きました。私の目がキラキラするくらい大好きな二階堂くんが眩しすぎました、うん、もはやキスマイロスでまたキスマイのコンサートに行きたくて仕方ありません、うん、そんな中 MC の時に二階堂くんの X アカウント解説の話がありました、うん、真っ先にクロちゃんがフォローしてくれてると話してくれました、うん、この流れでやる月メンバーの話が出てきたのですが、坪倉さんはお笑い芸人なのに俳優って言わないとうるさいからさ、あと声優のなんだっけ、岩崎亮太くん、声優かわからなくなった。ちょっと雲行きの怪しい紹介だったのです。あ、いつも一緒に仕事してるメンバーなのに紹介がグダグダでちょっと面白かったです。謎にクロちゃんだけすぐ名前が出てきたのも不思議でした。うん、やる月メンバーの紹介に触れてくれてリスナーとしても嬉しかったのですが、うん、あの紹介の仕方は二階堂くんのツンデレだったのでしょうか。あの時の心境を教えてください。おー、俺とかクロちゃんとかのりょうたくん名前出してくれたんだ、うん、出しました。うわ、ありがとうございます。ありがとうございます。俺が俳優と言わない、俳優と言わないとうるさいからさ、めんどくさいんだ、めんどくさいんだみたいな、坪倉さんってって、そういう
受けた、その場で。ちょい受け。うわ、やった、一番やった。ちょい受け。一番受けてくれよ。ちょい受け。本当に痛いやつだよ、俺。嘘だよってちゃんとフォローをしてるから優しい。だからそう、あと本当に、うん、あのりょうたくんの名前がマジでパーンって出てこなくて、あの声優のあの岩崎さんみたいな、お客さんから、そう、お客さんからちゃんと岩崎さんっていうのは、ありがとうございます。 あの岩崎りょうたくんのあの声優かわからなくなっちゃってるんだけどさ、分かんなくなっちゃってるんだけど、それはもう本当に分かんなかった。ツンデレとかじゃなくて本当に分かんなかった。ツンデレじゃない、本当に分かんなかった。声優かどうかも名前も分からへんし、マジで事故った。長野さんやってんのに。なこちゃんとあかねちゃんは、なこちゃんとあかねちゃんの話をしようとしたら、うんうん、他のメンバーが出てきちゃった。三三で着替える際に話す内容とかもあって、うん、ちょうど出てきちゃったんで、もう全員着替え終わったんで、そっから後半戦いっちゃいました、うん、あら、あ、なるほど。クロちゃんは真っ先に出たんですね。クロちゃんはだって真っ先にフォローしてくれてたもん。うん、久しい、うん、あのめちゃくちゃみんなが言ってくるのよ。たかしが始めたから早くフォローしろって。そう、あの TikTok やってたらね、お前いつまでやってんだよって文句言いながら、もうたかしの情報だけ入れてくるから、すごいな。なんか消えてる、すごいな。なるほどね、うん、文句ときちんとした情報だけ入れてくるね。文句だし、そう、助かるやん、うん、そんなコンサートの内容でした。なるほど、はい、うん、はい、続きまして、はい、青森県鍋子さんからいただきました。ありがとうございます。やる月メンバーの皆さん、こんばんは。来月あたり家族で2泊3日くらいで国内旅行に行こうと思います。どうぞ行ってください。旦那さんは北海道がいいと言い、長女はユニバーサルスタジオがいいと言い、私は名古屋でうなぎが食べたいと言っています。青森県在住なので、この季節にこれ以上寒いところには行きたくないということで、今回北海道は却下しました。却下、はい、皆さんなら大阪と名古屋におすすめの何かありますか。皆さんのプレゼンを聞いて惹かれた方に行きたいと思います。あら、めっちゃ見られたけど今。大阪あんま知らないからな。うん、大阪別にもうどこでもいいですけどね。もう食べ歩きですよね、ほぼ。食べる以外にもなんかその魅力を、まあ、でもお子さんいるんだったらテーマパークとかやっぱ行ったら嬉しいね。あ、そうね、今でも結構満足するんちゃうかな。うん、楽しい。ガキがいくつかによる。ガキって言うな。ガキって言うな。すぐ言ったぞ。すぐ言ったぞ。なこちゃんがそう言ってたけど。言ってない。言うわけない。言うわけない。自分がガキだから。まだ理由までしっかりやる。そこじゃない気がするけど。お子さん何歳なんだろうね。何歳ぐらいなんだ。そう、でも名古屋の美味しいあれやんだけど、カレーうどん屋さんだけど、ね、前に教えてくださったやつだ、うん、でも 夜遅くしかやってないから多分、ちょっと私お昼くらい行きましたよ。あ、お昼やってんだ。はい、お昼だったらまだあれだけど、そのなんていうのかな、繁華街なので、ね、はいはい、そのキャバクラとかそういうのの、うん、とこにあるとこだから、うん、お子さんがいるんだったら、ちょっとあんまりそこにあれか。うん、名古屋も美味しいものいっぱいある。名古屋ね。これ大阪だったら本当家族旅行、あの年1回してたんですよ。ユニバーサルが大好きで、ユニバは絶対外さないだろう。ユニバ大阪ユニバ。いや、ユニバ今あれですもんね、マリオもそうだよ、ね、あるし、絶対ハリーポッターも楽しめる。なるほど。すごいですよ。え、東京っていう選択肢はないんだ。確かに。大阪か名古屋の都市あんのかな。大阪へよく来るとこ、大阪じゃない、東京。あ、うん、逆によく行くのかな。へ、うん、でもな、クロちゃんは大阪名古屋だったらどっちだろうね。うん、どっち、クロちゃんどっちのが好き。うん、どっちも好き。どっちって聞いて、どっちって聞いてんの。あ、はい。ちゃんとこれ急に詰めた。体重のこと間違いなくわかるんだよ。減ってんの。減ってんじゃねえよ、体重。減ってんじゃねえよ。分かるだろ、体重測るって言われたら。ダメだから、医者に怒られるから。ちゃんと減ってんなよ。ちゃんと減ってんだよ。しっかりしてんな。増やせ。なんで親が怒るの、本当に。どっちだろう、結構難しいな。けど行ったことないって意味でちょっと名古屋行ってみたいけどね。ないんですか。え、名古屋ないの。いや、あんまりそんな名古屋を観光したことがないかな。観光するときはたまに行くけど。そうそう、うん、なんか名古屋って結構帰らされるから。帰らされる、日帰りで帰れるから。あ、そういうことか。あ、そういうことか、仕事で行っても、うん、そうそう、うん、なんだろうね。俺さ、最近、うん、京都に売ってたんだけど、この間大阪行った時に、うん、新大阪の駅でも売ってたんだけどさ、はい、あの静谷のさ、静谷ってパン屋さんの、はい、カルネってあるの知ってる？カルネ
知ってる？しずや。めちゃくちゃうまいパンなの。パン。え、それは大阪にしかない、あ、京都。京都にしかないって思ってたんだけど、うん、京都に撮影行った時に去年初めて差し入れていただいて、帰りに美味しかったから帰りに買って帰って。え、これですか？なんかベーグルみたいな。そうそうそう、ベーグルみたいなのにハムと玉ねぎぐらいなんだけど、結構シンプルな、まあ、めちゃくちゃうまいのよ、それがこの間新大阪駅にあって、だから大阪名物じゃないけど、お惣菜パンみたいな、お惣菜めちゃくちゃうまい、でも日持ちが全然しないんで、賞味期限その日なんで、そういうのもいいな、そういう、いいですね、うん、だ京都行ったらそれが、まあ本店があるから、うん、そこで、あ、新大阪駅で売ってるらしい、そうそうそう、新大阪言ってるよ、言ってたじゃん、新大阪で買ったって、うん、京都が発祥だけど新大阪にも、新大阪に、大阪にあるだけ聞こえてました、すいません、ちゃんと怒られるし、そんな素直に謝られても、シュンとしないで、責められないよ、もうちょっと遊ぼうよ、プロレスじゃんか、遊び心なかった、ちょっとお母さんに似てきたぞ、似てきたぞ、でも大阪行ったら、うん、もうあのすぐ京都も行けるから、ああそうですか、確かに、最悪、そうね、電車で行けますか、うん、大阪京都旅もいいかもね、行く、ね、まあ神戸とかにも行けるし、2泊3日だからね、あ、全然それ大阪だけじゃなくても、うん、楽しめそう、うん、まあUSJ 行って、うん、ユニバー行ってで京都でちょっとまあお子さんにもよるけどね、ちょっとちっちゃかったら、うん、ちょっと、ね、なんかある映画村とかあるじゃないですか、でも2泊3日じゃ足りなくないですか、そうなったら今考えてた、ずっと2泊3日だったらもう友達じゃないですか、京都、そしたらそっか、飛行機で青森から大阪行って、そうだね、青森だ、大阪行って、まあ、中日が USJ だとしたら、うん、そうか、え、3日目、関空か、関空から、あ、そっか、うん、新大阪の駅とかも違うのか、ちょっと遠いね、海遊館とか行ったりとか、海遊館って、うん、水族館っす、うん、ジンベエザメのいる、あ、なんか今あそこなんですか、うん、あの通天閣があるあそこは何でしたっけ、新世界、新世界がめちゃめちゃ映えスポットみたいな、そう、若いなんか観光客が多いっていうのをテレビでやってました、やっぱり MBS ということで、うん、やっぱり、うん、ね、あ、大阪に行っていただいて、大阪いいかも、でちょっと時間あったら、まあ、京都とかでもいいですし、うん、まあ、大阪を満喫していただいて、で MBS の本社行って、あ、いい、僕たちの書いたあれがありますんで、最初のまだまだあります、ね、ある豊富、今年の豊富がありますんで、それを見て、飾られてるんだ、素晴らしい、いいですね、はい、MBS 本社ももし、うん、MBS の本社の近くに何か楽しいのあります？本社に行くと、うん、マスコットキャラクター MVS の、うん、ぬいぐるみ、でかいぬいぐるみ、ラジオンちゃん、ラジオンちゃんが座ってるんで、うん、そこと一緒に写真撮れます、はい、やった、絞り出したのに絞り出したよ、絞り出したよ、ないとは言えない、ほぼないということですラジオンちゃん、はい、ぜひ大阪行って楽しんで、はい、またその結果でも送ってくれたらいい、嬉しいです、はい、続いて、はい、続きまして福岡県二階堂から目薬さんからいただきました、ありがとうございます。私は自分の中で服を買うときや着るときのルールが何個かあります、うん、骨格ウェーブなのでごつい靴で重心を下に持ってこない、子供っぽく見えるので大きな、うん、なんだこれ裾、うん、の服は避ける、統一感を出すために全体をなるべく三裾袖袖襟、襟か全然違った先週私に言ってたくせに、先週私なんだけど、チェックしてないからチェックしてなかった子供っぽく見えるので大きな襟の服は避ける、統一感を出すために全体をなるべく3色に抑えるなどなど、うん、皆さんはどんな服装のこだわりを持っていますか、ぜひ知りたいです、骨格ウェーブ、骨格ウェーブ、私逆に骨格ストレートなんで、すごい意識してることあります、うん、そんなの、なんかその骨格が大きく3つに分けられてて、なんか最近その診断とかもあるんですけど、みんなそれぞれあるんですよ、自分の骨格が、で3種類大体、はい、で私のストレートだと足より上半身にまあつきやすい、お肉がつきやすいとか、あ、なるほど、そういうのでやっぱ着る服によってはやっぱ骨格
なんて言うんでしたっけ、骨格に合わない服だとすごい太って見えちゃったり、着膨れしちゃったりするんで、骨格ごとに合う服合わない服っていうのがなんとなくあるから、それを参考に服を選んでる方が結構多いんですよ。最近の洋服のサイトでもその選び方で骨格とかも出てきたり、おすすめが出てきたりします。うーん、なこちゃんは上半身がの方が重心が上目って感じで、どっちか出てる。ごついごついの肩幅もある方らしいです。あ、そうなんだ。骨格的には。時の上はスッキリした方がいいってこと。上がスッキリしてて、うん、でまあパンツとかの方が良かったりして、うん、スカートとかよりも。スカートも A 型、うん、みたいな、ふわって広がってるやつよりかはタイトの方が似合うとか、そういうのがあったりするんですよね。うん、だから私は意識してます。なるほど。うん、こだわりね。うん、俺は結構下パンツはちょっと太めにしてる、うん、少し、なんで足が細くて、 あんま言うのもあれだけど長いんだ結構。あ、骨格ストレートです。あ、そうなの。でスリムなやつ履くと、うん、普通になんかスタイル良くてかっこよくなっちゃう。これは何ですか。骨格なんですか。骨格ナルシストです。骨格ナルシスト。第4の骨格ナルシスト。たまにいるんですけど、はい、うん、だから結構ね、なんかそれが、うん、なんかカッコつけてる感が出ちゃいそうで、スリムなのあんま履かないようにしてる。へ、うん、意外と気にしてるんだね、それ。そうそう、うん、スーツとか着た時はめっちゃかっこいいんだ。ああ、もう、はい、骨格ナルシスト。柔道のね。柔道の強制せな。うん、だからちょっと太めの履いてます。でも俺も太めの履いてるかも、パンツ。あ、昔は細めの履いてたけど、うん、もう細すぎて足がかっこよくなっちゃうのよ。まあ二階堂君に関しては別にいいや。そうだろうね。骨格ナルシストの穴に飛び込んだの。それでいいよ。あ、それでいい。そういう職業でしょ。はいはい、いいよそれで。あとは無地とか、あんまりガラガラしてるの。あ、俺も無地多いかも。俺は多いかもな。夏、冬はあんまないけどさ、セットアップ多いよね。セットアップ多いっす。なんか上下一緒のが多い気がする。うん、うん、でもそれぐらいかな、こだわりって言って。色とかは好きなのあったりするんですか。あ、でも今日も着てるけど、グレーとか黒とか、本当あんまり目立たない色。うん、確かにたくさん色が入ってる服とかあんま持ってないかも。あ、確かに涼太くんそういうの多いもんね。涼太くんガラガラが多いよ、うん、夏場特にそうですね。夏柄多いですね、うん、でもなんかその骨格ガラガラだもん、ね、うん、骨格ガラガラです。骨格ガラガラです。ウェーブ、骨格ガラガラウェーブです。骨格ガラガラウェーブ結構入ってないよ。でもあの英語がなんか文字入ってるやつは絶対買わないですよ俺。買わないんですか。なんかもうなんて書いてあるか分からんし、着てそうなイメージある。いやなんか、うん、絶対買わないです。あ、そうなんだ。調べたりもしないんですか、買うときに。なんかあとブランド物みたいのが、うん、ブランドのロゴがゴン入ってるやつとかはもう買わないです。まあね、もう生きてる感がすごい。わかるかも、うん、特にハイブランドとか。そう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 、グッチーって出かかったら、まあ、もう嫌です。もう、うん、もう嫌です。嫌だ。嫌です。嫌です。まあまあなブランド的に回したブランド。グッチも嫌がってるよ。それは多分なんか無地とか、うんうん、ほんまにそのなんていうか何でもない柄、うん、柄もでもそのなんかちょっと芸術に寄った感じの柄が好きかなっていう、うん、そうなんかちょっとね、あの葉っぱみたいな柄じゃなくて、うん、ちょっとなんかね生きてる人が必要なやつ。あかねちゃん首かきながら眠そうな顔して。まだ喋ってるんじゃないか。私だよみたいな顔しないで。思ってないです。あかねちゃんはこだわりあります？私はもう基本レッグウォーマーを中に仕込みたいんで、うん、ちょっと、うんうん、今日とかもワイドパンツ、うん、基本ワイドパンツにこうレッグウォーマーが、うん、本当だ、もう着ても、あ、目立たない、そう、レッグウォーマー履いててもバレないぐらいの太めのパンツを、もう特にこの冬場はマストで履いてます、ね、パンタロンみたいでもいいの？あ、でも全然裾だけがちょっと広がってるブーツカットっぽいのも全然履くんですけど、うん、とにかくレッグウォーマーが履いたまんま着られる服です。冬はね、冬は、うん、でも基本もうパンツが多いですかね。スカートとか、なんか言ってたんで、足があんまり嫌だった。あ、スカートも履くっちゃ履くけど、やっぱロング丈の方がもう居心地がいい。なるほど。って感じですかね。半ズボン君は？
半ズボンくん私のことですかね半袖くんでもありますよ半袖雪なのに半ズボンくんすごいよねすごい本当に今日は男色コーデマジ、うん、いやあとねやっぱ思ったのは、うん、まあ短パン半袖は基本なんだけど、うん、基本的にはやっぱね派手めの色うん、やっぱ一色的な感じのショッキングピンクとか結構派手な感じの色の方が似合うから、うん、だから暗めの色はあんまり選ばないかなっていう、うん、あとなんか汚れとか目立つ服は嫌い、うん、あー、分かる。白とかは絶対選ばない。 あんまり確かに着てるイメージないかも。白そう洗濯大変ですよね、うん、すぐ汚れちゃう。そうね白はね。じゃあ骨格半袖短パンウェーブですよね。もうウェーブは入んねや。なんでウェーブ入ったんや。ウェーブは入る。ひねってんの俺。やっぱ楽なね、あの突っ張らない格好がすごい好き。うん、確かにね。腕とか太いもんな。うん、うんうん、突っ張るのもいいや。だからけど痩せたら本当はサルペット着たいんだけど、うん、太ってる人の象徴みたいになってるじゃん。あ、まあね。だから、あ、そっか。だからそれで着てるとなんかヒロ君と一回被ったからめちゃくちゃ悪かったから。で痩せたらちょっとサルペットはちょっと一回着てみたいなと思ってる。どうぞ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 。その調子その調子その調子行くしよ行くしよ違う人のターンがまた行くしよどっかってちなみにもう一つあります、はいうん千葉県ラジオネームルーさんからいただきました。ありがとうございます。やるげつメンバーの皆さんご機嫌いかがですか。ご機嫌よ。昨年いいです。やる月水曜日のアンガールズ山根。やる月水曜。やる月水曜。やる水じゃないの。やる水じゃないんだ。やる月に、うん、やる月に水曜日のアンガールズ山根さんがいらした時に、うん、月曜日はみんな仲がいい、うん、水曜日は本番以外あまり話さないというようなことを言っていましたね。実際のところ月曜メンバーの皆さんは収録前後はどんな雰囲気なのでしょうか。直前まで話さない人、終わると速攻帰る人、ムードメーカーの人などなど、普段は言わない現場での印象などあったらリスナーに教えてほしいです。ほう。うん、俺さ年末の二階堂くんキスマイさんのさ、うん、YouTube で電話で出た時も言ったけどさ、うん、二階堂くんってそんな喋んないよね。ちょっと他別のとこに行って早めに一人でスタジオ入ってたりさ、挨拶だけしてね、うん、ちょっとだけ挨拶してなんか全然前もっては話しませんみたいな、うん、ぶつけでちゃんと普通にあのコミュニケーション取れますんで、はい、みたいな、はいはい、ちょっと、うん、だってもうみんな仲良くなったじゃないですか。骨格無口だよね。骨格無口ウェーブ。骨格無口ウェーブ。ウェーブはいいね。ちょっと癖あるやつウェーブ。なんでウェーブ入れたいの。帰りも確かに一番帰り早い。帰りも早い。帰りも早い。帰りも早い。速攻帰ろう。確かに。なんか。本当は好きじゃないんじゃないかなみたいな。いや違う違う違う、本当にもうみんなと仲良くなったから、うん、もういいかなって。もういいんだ。仲良くなったらもういいかなって、うん、もうちょっと、うん、と全然もう話さなくていいかなって。あそう、あなるほどね。なるほどね。あかねちゃんはまあでもなこちゃんとあかねちゃん喋ってる感じキャピキャピしてるよね。控え室みたいなところでも隣だしね。なんか隣で大体隣ですね、うん、なんかもう席が決まってますね。大体最近同じ席ばっか、ね、うん、そうね。でりょうたくんが行って、うん、入ってすぐのところに座ってて、で俺がその前に座って、うん、毎回こんにちはーです。そうこんにちはーってこんにちはございますっていうの恥ずかしくない。ございますってなんか言いたくないよね。こんにちはーってこんにちはってこっちが困るのよだから。そうでなこちゃんとあかねちゃんの前にクロちゃんが座って、うんうんうん、なんか自撮りとかしてたりするよね。まああとね、まあ基本的にね X とか投稿してるから、ああ、うん、そうです携帯じって、だからなこちゃんとあかねちゃんがなんか喋ってて、うん、そこにちょっと何言って乗っかるような感じかな。うんうん、でも結構話してますよね、うん、始まる前。うん、あと結構坪倉さんがあの突拍子もないことをいつも言い出してる感じがある。よく喋るなとか、あいきなり喋ってたね。俺なりのちょっとアイドリングというか、そうですね、というか、うん、はい、うん、まあ、だから和やかな、二階堂くんだけちょっとなんか、ちょっと、うん、別の部屋にいて、確かに俺別の部屋にいるね。そう、うん、なんかちょっとね、え、あれは何してんの、精神統一かなんかしてんの？ん？何が？いや聞こえてたでしょ。なんて？いやこすら。いや全然聞こえなかった。たかしが一人で、ね、うん、違う部屋にいるのは、うん、精神統一かなんかしてんのって聞いたの。なんて？なんで？なんで？いや多分あれなんじゃない、メール読み込んでんじゃない？いやさっきめちゃ見せてたじゃん。全然チェックしなかったじゃん。袖？裾？知りたい。全然違う。第三の言葉出てきたから。で逆にしたら水曜日の方を知りたいですよ、ね、気になる、うん、どういう感じで準備
した。アンガールズさん2人、まあ、コンビだから別にそこまで喋んないと思うんですけど、うん、でコバさん、うん、コバさんもどうなんだろうね、喋るのかな、うん、そんなに喋んないんじゃない、まあ田中、うん、どっちかと喋るぐらいなんで、いや山根さんがもう月曜日出てくれた時に、うん、なんか女子2人がすごく楽しそうに話すねって言ってて、ケンコバさんとアンガールズさん仲いいと思うんだよ、そこの空気感に多分女子がまだ入れてないんじゃない、まだ入れてない、うん、どれぐらいやってるの、どうだろう、今のメンバーなんてどれぐらいなんだろう、水曜日ってどれぐらいやってるんだろう、今のメンバーに2年ですか、いや2年で入れなかったらもう無理でしょ、うん、ご飯とか行ったりしてるのかな、だから水曜日のリスナーさんに何か気になることをメール送ってほしいね、確かに水曜日はこんな感じですよとか、もっと仲良くしてほしいのか、女子ももっと仲間に入れてほしいのかなのか、うんうんうん、やっぱケンコバさんに恐れてんじゃないですか、少し、そうなのかな、分かんない、俺たちからしたら優しいなって思うけど、うん、やっぱうん、なかなか慣れないまま、あどんな下ネタが来るんだろうってそうそっか、うん、どうなの、お山根さんは月曜日に出るようになって出てから、うん、その後水曜日のあの女性メンバーに話しかけるようになったらしい、うん、しいすごい、あすごい、その感じが良かったんだ、うん、いやその空気感を同じような感じしたいのかね、いいですね、なんかでも嬉しいですね、嬉しい、うん、嬉しい、けどなんかね、それでなんか女の子と仲良くなったらちょっとずるいね、なんでその発想に行くのよなんでその発想に行くのよ、そっち行くまに、あリチからメール来た、なんで急に何日ヤマネさんメール、ね、俺さっき電話来ました、いや俺のリチ、俺 LINE 来たの、いや俺のリチ、俺のリチメール以上ですね、メール以上です、はい、さあというわけでございまして、うん、はい、うん、皆様からのお便りお待ちしております、りょうたくん宛先お願いします、はい、メールの宛先は yarugetsu@mbs1179.com やるげつ @mbs1179.com です、さあではここで一曲参りましょう、ヒプノシスマイク、アニメの方ですね、からディビジョンオールスターズで Rise from Dead、 坂上茜です、MBS ラジオ AM1179FM906 あっぱれやってまーす、さあ続いてはこちら、全員バラバラかぶっちゃやよのコーナー、さあ、この企画はですね、出されたお題に対し思いつくワードを6人でかぶらずバラバラの答えを出せばクリア、はい、3問連続でクリアできたらやるげつメンバーでお食事会開催、失敗した場合はリセットされ1からやり直し、ちなみに3問連続クリアは週をまたいで OK、 失敗した場合はリセットされ1からやり直し、うーんじゃないイタリアのサッカー場かよ、楽しそう、はい、ということで貯金はゼロでしたっけ、ゼロです、はーん、シューンシューン、さあでもこれもう二階堂くんもツアー終わりましたんで、はい、もういつでも行ける準備はできてますんで、あらそうだ、まんまやっていきましょうね、もう行っちゃおう、ちなみに先週が、まあいろいろやりましたね、フルーツの名前、マリオカートのキャラクター、歴代総理大臣、ギャグのフレーズ、うまい棒のフレーバー、木村拓哉さん主演のドラマと、うん、全然ダメでしたけどね、かぶっちゃうんですよね、かぶるね、かぶるよね、作り屋もできなかったのか、うんうん、これも3本トントントンといっちゃいましょう、はい、行きましょう、はい、行こう、そしてご飯行こう、行きましょう、行きましょう、頑張るぞ、さあじゃあ二平さん1問目出してください、お願いします、ラジオネームミーニさん、ありがとうございます、ありがとうございます、石川県の方ですね、うん、ポケモンといえば、うわこれ絶対かぶんないでしょ、はい、これはかぶらなって、うん、私一番好きなキャラクターにしよう、千匹女よ、どうしようかな、千種類以上いる、ポケモンのさ、あったじゃん、ポケモンのなんか、んポケモン言えるかな、携帯で、あスリープ、携帯で、あポケモン GO、豪華な、うんうんうん、あれに出てきてるやつだったらいいんでしょ、あの全然大丈夫、携帯で一時期流行った、全然大丈夫です、はい、これはいけるでしょ、これ全然知らないのよマジで、どれにしようかな、え、もうりょうたくんもう書いたの、もう書いた、早っ、私も書いた、うん、これはもう一番好きなやつ、ね、私も一番好きなやつ、あれちょっと待って、私は微妙なとこ、これは絶対、あ、じゃあもうこれ絶対かぶんないと、絶対かぶらん、これはいけるよ、あれあれポケモンだよな、あれデジモンと混ざってる、ちょっと待って、デジモン混ざってる、もう安全なやつ言ってください、安全なやつ、何デジモンと混ざってんだ、これ言っていいんかな、分かった分かった分かった、クロちゃん喋んないけどどう、自信は結構詳しい、
いや、やってたりとかするけど、名前、うん、結構、何やってても結構名前間違って覚えてること多いかな。怪しい。そこが不安だから。だからもう、王道行って。王道行っていいっすよ、もう。行きましょう。王道行っていいですか、ね、ポケモンといえばみたいな。はい。もう行っていいよ。はい、こっから行くよ、じゃあ。俺あんま知らないから。はい。でもこれは唯一、前も多分言ったと思うけど。お、つぼつぼ。あそうや。つぼつぼね。つぼつぼ。つぼつぼ。はい。つぼつぼつぼ。さあ、続いて、なこちゃん行きましょう。はい。シャリタツ。あー、最近のやつ。最近のやつ。最近のやつ。お寿司の。ね、俺寿司ってやつね。なるほど。シャリタツ。シャリタツ。あ、また甘酢みたいな。はい、最近ね。ツアー追って絶好調だから。はい、じゃあ、クルちゃん。はい。ピッピ。あー、ピッピ。あ、妖精ポケモンね。ピンク色のやつ。はい。あかねちゃん。ミミッキュー。ミミッキュー。知らないのばっかり。あの、化けの皮ポケモンです。ピカチュウみたいなやつね。最近。まあ、100年最近。まあまあいいですよ。今んとこ被ってませんよ。さあ、りょうたくんいきましょう。僕が一番好きなポケモン、スピアーです。おスピアー。8ポケモン。8のやつ。ああ、スピアーが好きなんですよ、僕は。これはもう大丈夫でしょう。大丈夫でしょうから。はい。二階堂さん。ホウオウ。おお、素晴らしい。イエーイ、金銀のね。え、ルージェラってあれデジモン？ルージュラ。ルージュラはポケモン。危ね。危ない危ない。赤緑では交換でしか手に入らない。そうなの。いや、すごい高所ね。意外とみんな。ね、世代ですから。よしよし。はい。さあ行きましょう。よし。あと2問ね。トントンでいくぞ。よし。さあ行こう。行っちゃおう行っちゃおう。続いての問題こちら。牛か。大阪府ラジオネーム北キツネ。あ。シリが反応したごめんなさい大阪府ラジオネーム北キツネピリンさん、ありがとうございます。動物が入っていることわざ。お、急に動物が、ことわざ、ちょっと面白い感じにくれ。素晴らしいね、お題が。ちょっと待って、だって北キツネピリンさんがもう動物入ってるからね。そうね、確かに。ピリンちゃんありがとうね。ことわざ、これことわざと慣用句が一緒なんじゃ。いや、これパッと思いつくのはあれだ、あれだもんね。いや待って、だから違うのにしないとね。あ、ことわざ。これって動物、あれ待って、でも合ってるかな。難しいの。なんか久々のことわざに入んのか、あれ。え、これ難しい。まず動物、待って、いや、かぶりそうねえ、ちょっとこれベタなとこ行くぜ。ちょっと待って、ベタなところで何個あるかって話よね。何個あるかだ。俺の中で2個。2個、いやいや、ことわざね。ちょっと待ってよ、ことわざね。4つぐらいは出てくる。俺もそれぐらいは出てくるんだよ。え、でもことわざで、かい、これ動物、ことわざよね。動物かな、生き物、生き物だったらいいのか。動物だ、ことわざ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 なのかな。ことわざと慣用句が、え、待って、動物、ことわざなのかなって、どういうことで。ちょっと分かれちゃう。え、ことわざ、いや、だからその知ってる単語でなんかそのあるけど、うん、それがことわざなのか、それともなんかそのことわざじゃないこと、ことわざなのかな。いや、どういうこと。考えると分かんなくなって、こんなことわざあったっけな。ちょっと待ってよ。え、あれが動物、あ、違うな、あれはやめとこ。え、待って、やばいかな。あれ動物っていうのかな。うん、私も今それ、まあ一回書いてみようよ。頼むよ。ひらがなでいいんですよね。ひらがなでいいよね。はい、俺結構ベタなの言ってるからね。私もベタかも。え、これかぶりそうやな。え、どうしよう、あかねちゃんとかぶってるよ。かぶりそうだな。さあ、待って待って待って、動物が入っていることわざ。あ、これじゃない。え、やばいな。え、動物？なこちゃんはまだ書いてもない？書きました。書いた書いた。はい。ちょっと不安だな。まあいいや。どうやろな。じゃあ二階堂くんからいきましょう。はい。いきます。二階堂くん。豚に真珠。おお。ことわざだよね。ことわざでございます。じゃあ僕いきます。はい。犬も歩けば棒に当たる。はいはい。ベタ超ベタ。ベタベタですね。ベタベタよ。逆にこういうのベタベタの方が来ないから。でも今回二択だったんだよね。なこちゃん怖いの動物じゃない。じゃあ亮太君。はい。馬の耳に念仏。おお、いいね。いいですね。さすが。クロちゃん行きましょう。馬の耳に念仏。豚かぶるんだ。豚。いや違う、豚に真珠。いや、豚に真珠も書い、初め書いたけど消して、で、これにしたの。でも私も馬の耳に念仏書きました。え、あ、最初、最初で変えて何したの。豚に真珠。おい、ちょっと待って、ちょっと待って、ナコちゃん、ナコちゃん、もしかしてナコちゃんは犬も歩けば棒に当たる。おい、すげえ、犬じゃん、犬じゃん。
ツーペア。うそ、全部ツーペア。すごっ。ちなみにあれカラスの行水、行水、行水でも漢字で書けば、なこちゃん最初なんだと思った。泣きつらに蜂。蜂はでも違うから、泣きつらに蜂、貝の奥とかがあるから。あと何があります。猫に小判。そうそう、猫に小判。猫に小判ね。あと何があります。あとなんだ。あともう一個なんだっけな、俺今覚えてた。あれ俺何だっけ。バジ豆腐って違うんですか。バジ豆腐、それ四字熟語じゃない。うん、キツネの読み入りを。あ、そうそう、それもある。それも、あ、これもいいんだ。俺あの猿も木から落ちる。ああ、俺もそれ書こうとした。カッパの川流れとかもカッパも動物じゃない。そうだね、俺もカッパ思ったけど違う。うわ、そっか。いやー、もう言ってしまった。でも逆にめっちゃ仲良し。いや、てか、ね、てか、全員そうなの。2つずつ。すごいな。さあ、戻ってしまう。いい問題でしたね。いや、ピリンさんよかったね。ありがとうございます。はい。さあ、じゃあ、リセットされました。いいでしょ。今日じゃ無理かな。マイク、行ってみよう。頑張りましょう。頑張ろう。ストック欲しい。うん、ストック欲しい。うん。さあ、次は。俺も言おう。ストック欲しい。なんだ、俺も言おうって。京都府ラジオネームみゆきさん、ありがとうございます。最後がんで終わる3文字の言葉。むずっ。んで終わる。あ、え、これはもう簡単。簡単簡単。あ、でも最後がんで終わる。うん。うん。三文字ね。言葉？言葉。何でも何でもいい。単語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 。いろいろ書いて。単語。面白いやつないかな。あ、これはかぶんないな。いっぱいありそうだけど。これは何でもいいの？うん、何でもいい。何でもいいんじゃん。めちゃくちゃいけるよ。何でもいい。うん。言葉、単語。じゃあ単語。何でもいい。何でもいいですよね。果物でもいいわけでしょ。これ何でも、何でもいいですね。ああ、そういうこと。別に何でもいいでしょ。食べ物。三文字ですもんね。うん。これ被ったら最悪よ。これ被んないの絶対。これは俺絶対被らん。はい。うん、これだったら被らない。これでも余裕や。これ余裕や。余裕。これも余裕やで。もうポンポンと行こう。あ、何でもいいんだよ。何でもいい。何でもいいでしょ。運がつく三文字の言葉。三文字ね。最後にいいんですね。はい。全然簡単。いける。被るわけがない。これ被んない。被らん被らん。絶対。こんだけ縛られなかった。お前。じゃあ亮太君から行こう。はい。はい。ギャン。ギャン。これはあの機動戦士ガンダムに出てくるですね、モビルスーツですね、マクウェイ。おお、なるほどね。いいね、いいね。絶対被んないね。絶対被んない。あかねちゃん、ボタン。お、ボタン。ボタン、ボタン、ボタン。ボタン、鼻の方。うんと、留め具。それ重要よ。留め具。他にボタンがいたら重要。留め具のボタン。留め具のボタン。鼻の方どっち。同じ場所。そんなルールないよ。ないよ。じゃあ先に言ってくれよ。鼻のミュさんはアドレスじゃん。そんなの。ゲーム勝手に決めちゃダメだよ。後ろで永井さんもそうよ。同じ考えだね。松本さんみたいにゆっくり笑ってなさい。後ろで。さあ、まあまあボタン。まあ被らなければね。はい、ボタン。クロちゃん。夜間。ああ、夜間。いいね。さあ、なこちゃん。お盆。おお。お盆ね。いいね。つごくら。家紋。あ、硬いね。さあ、二階堂くん。カノン。おお、いいんじゃない。よっしゃー、これはかぶんない。いったいったいった。これはかぶんない。楽しい。これ振り付けでもあるもん。あそこカノンだね。あー、そのままか。そう、振りで言うんだ。そうそう、言う。そっか。さあ、まだあるよね。いいね。さあ、まだ行きましょう。よし、いけるいける。さあ、続いていきましょう。ちょっと多分難しくなりますよね。ラジ、愛知県ラジオネーム、ライオンさん。ありがとうございます。ありがとうございます。オーケストラの楽器。どういうこと、どういうこと、オーケストラの楽器。俺もすぐ書こう。オーケストラね。どういうこと、でもあれ使われてるよな。オーケストラで、使われてる。使われてる楽器はもうこのままの名前、楽器の名前。うん。書いた。あ、何が被んないかな。え、でもあれって楽器になるのかな。あ、なんだよ。オーケストラ、これはちょっと二階堂さんはちょっと難しいというかね、頼みますよ。え、でもこれあるよな。いや、でもそれね、オーケストラがね、オーケストラだから相当あるでしょ。まあ、あるあるある。いけるかな。じゃあオーケストラの、オーケストラだもんね。オーケストラ、ちょっと待って、あれだ、奈子ちゃん。いや、変えようかな。どうしよう。二階堂君は、あれが使われてるかっていうのがちょっと曖昧な。これ全然王道で、あれ王道被るのかもしれんのか。
わあ、でもどっちがいいかな。まあまあ、なんでもいいよ。なんでも行こう、うん、はい、大丈夫。これは被んないと思うぜ。ほんと？わかんない。二階堂さん、ちょっと待って、今の時代に時代いつの何今のそいつの時代でも使われてたらいいですよね。いいよ、あればいいじゃん。そう、難しいこと考えんな。オーケストラな、バカなんだからよ。今の愛ないからね。おちゃ、今の今週直した方がいいよ。今週すいませんでした。先週大丈夫だったけど、すいません。うん、確かに先週大丈夫だったのに。大丈夫ってなんだよ。また戻っちゃったの。どうしちゃったのかしら。疲れてるんだよ。はい、かけました。はい、これ使われてたと思うけど。そんな、じゃあニカちゃんから行こう。行、ね、きます、はいはい、パイプオルガン。パイプオルガン、パイプオルガン、まあまあ、うん、次進みましょうか、はい、ナコちゃん、トロンボーン、うん、トロンボーンね。ヨタくん、はい、オーボエ、オーボエ、オーボエ。クロちゃん、トロンボーン。そう、やっぱりね。そう、いやでも俺のも分かんないもん。分かるわ、分かる、うん、ちなみにあかねちゃん、フルート。ああ、チェロ。おっぶねー、俺もチェロとトロンボーン書こうと思ったんですよ。よかったよかったじゃないわ、かぶってんのか。よう喋るな。いやでも俺のもパイプオルガンはないんじゃない、オーケストラにはないんじゃない。パイプオルガンを主とすれば、学校で使ってましたよね、パイプオルガン、うん、オーケストラに入るの。まあまあ、どっちにしろかぶってるし、トロンボーンかぶりか。パイプオルガン××ないか。あらまあ、何してんだよ、うん、どっちもちろん可愛い。気をつけて。ああ、可愛い。はいはい。今の可愛いのはちょっと違うと思う。最後なんかつけよ。可愛い。小学生じゃないんだよ、パイプオルガンって。可愛いな、本当に。いや、またリセットか。ここ一歩しまい。なかなかリーチまで。ラスト、ラスト、ラスト。ラスト1。ラスト1。ラスト1。ストックさせてください。どうだ。さあ、最後の問題になるのか。どうなんだ。どっちなんだ。さあ。埼玉県ラジオネームたっくんさん、ありがとうございます。ございます。スマップの曲名、うわー、ちょっと待って、うわー、悩む、いっぱいあるなー。どうしよう、やべえ、どうしよっかな、何がいいかな、誰がかぶんないかな、みんなが知らない。うわ、あれどっちからだっけ。めっちゃテレコしてる。どっちからだっけ。どっちか、400? え、ゆうたくんまた早かったよ。クロちゃんも早かったけど、うん、あ、言った、あ、ごめんなさいね。全部で400、全部で400あるという。え、400万の400以上あります。曲名、ま、で、かぶんなさそうな、え、待って待って待って、かぶんなさそうなの。でも逆に王道行った方がいいのか。ちょっと王道行かせてください。王道行かせてください。王道行かせてください。めっちゃ王道。え、ずるくない、なこちゃん、めっちゃ王道。ずるくないだったらずるいです。ちょっともう世代もあるからな。はい、俺多分かぶんないと思う。あ、待って。ちょっと待って。みんな書けないと思う。ちょっと待って。俺どっちだっけな。ちょっと待って。俺絶対かぶんないのあるのよ。そうそう。かぶんちゃう。名前、はい、名前間違っちゃダメだよね。名前。ちょっと不安になってきた、曲名。どっちだ。どっちからだっけ。大物書いてる。大物書いてる。待って。めっちゃ大物しか分かんなくなってきた。なんで？いや、書けなさそうって。いいよ、気にしないで。待って。いっか。オッケー。曲めっちゃ分かんない、曲名が。え、いや、だいたい、じゃあベタなんでいいよ。サビ思い出せば。俺もベタなんでいい、うん、なこちゃんとかぶりそう。あ、じゃあ俺、分かった。うん、これかぶんないと思う。うん、読み、あ、待って、あ、いや、怖いな。こういうのってね、なんかマイナーな曲いけば。あ、マイナー言ってるよ、りょうたくん。あ、でも俺そんな、まあ、メジャーちょっと外しみたいな。なるほどね。怖いな。ちょっと待って。はい。いいですか。じゃあクロちゃんお願いします。はい。世界で一つだけの花。うわ。王道きたな。うん。うん。クロちゃん。なこちゃん。ちょっとその顔なんだ。なこちゃん。ちょっと待って。なこちゃん。なこちゃん。ちょっと待って。なこちゃん。よ、出して。なこちゃん、ね、一回飛ばしましょう。うん。りょうたくん。はい。Let it be。 おー、うん、Let it be your night。 そう、あれ好きなんですよ、あの、ね、思想感。テンダラ。あー、うん、うん。二階堂くん、バンバンバカンス。おー、あー、いい。あかねちゃん、バンバン、え、世界
一つだけの花。そう、世界二なの。あ、世界。あ、よかった。なこちゃん。世界に一つだけの花。ちょっと待ってよ。もっとあるでしょ。ちょっと待って、いやそこは。夜空の向こうとかライオンハートとか。あ、俺シェイクとか。ライオンハート。夜空の向こう。セロリはセロリはセロリは。セロリはあれは。あれは何ですか？ウェルカムようこそ。そう、日本上ディアウーマン。これもある。ディアウーマン。ディアウーマン。つばけの。よく思い出せましたね。はい。危なかった。シェイクもあるしね。ああ、シェイク。このぐらいでフライも好きやったな。わあ、言われたらめっちゃ分かる。頑張りましょうとか。そうだけど、果たして名前が合ってんのかどうかが分かんないから。でもじゃあそんなに間違えてない。間違ってないから。世界でじゃない。まあいやいや、世界2です。いや、世界出てたからやばい。曲名まで間違えちゃったと思って。もう被ってるしね。すごい出したくなかったら。もうダメだ。いや、王道行ってって、それ、3つ被る。スマップさんでさ、それは世界に一つだけの花は変えちゃダメよ。うん、そこは。さすがに。ねえ、で、レッドゾーンよ、そこは。うん。いや、だからセロリはだけど山崎まさよしさんの分なのか、どっちか分かんなかったら、カバーだって言われて違うって言われたら困ると思って。いや、いっぱいあるじゃない。3つ花あるよ、もう。だって。世界に一つだけの花に。いやもうダメ、また貯金ゼロ、貯金ゼロ、おしまい、時間いっぱい、もうちょっと待ってよ、これ最終ちょっとね、よかったのに。はあ、なこちゃん今日結構かぶり多かったかもしれませんね。まあまあしょうがないか。急に優しくなったね。うん、まあまあしょうがないか。うわ、ぶつかったな。また2週間後会いましょう。はい、会いましょう。いいですね。はい、会いましょう。頑張りましょう。はい、君はもっとできる、聞きましょうか。あ、その前にコーナー締めましょうか。はい、ということで、リスナーの皆様、今日お題すごく良かったです。全部良かったです。ありがとうございます。ね、このような、仲いい、ね、いい感じのお題を、ぜひ、なんかいい感じのお題をね、ぜひぜひ送ってください。疲れちゃった。以上、全員バラバラかぶっちゃいやのコーナーでした。はい、それではここで一曲聴いてください。HKT48 で、君はもっとできる。誰が言うてんねん。矢吹奈子です。MBS ラジオ、AM1179、FM906、あっぱれやってまーす。聞いてねー。さあ、エンディングでございます。さあ、ちょっと残念ながら貯金ゼロで、また再来週を迎えるということでございます。難しいな。ね、ちょっと2ペアのとこ面白かったですね。2ペア最高だったね。面白かった。なんか失敗してもなんかハッピーな感じいいですよね。でもなんか最後のはね、ハッピーになれなかったね。あれはハッピーになれなかった。ハッピーな曲を使ってるのにね。ハッピーになれなかった。ちょっと勉強しておきます。すいません。すいません。お願いします。あの先週、あのほら渡せなかったこのフカヒレの姿に、お、本当に誰か一人。あ、じゃあ、じゃんけん。一人。あ、欲しい。はい、欲しい。おい。あ、クルちゃんいらない。僕大丈夫。なんかちょっと苦手かも。あら、そう。おマジで。じゃあ3人。最初はグー、じゃんけんポン。いや、負けたわ。私と。最初はグー、じゃんけんグー。りょうたくんの勝ち。ありがとうございます。プレゼントでフカヒレ姿にいただきました。射程に来ました。もうね、何もあってもいいですから。さあ、ということで、じゃあエンディングは当たった勝ったりょうたくんにしましょうかね。はい、はい。なんだ、ラジオネームにっこり蛍光体さん、ありがとうございます。英語でおしゃれに挨拶お願いします。英語でおしゃれに。うん、というわけで、英語で、はい、ウィズみたいな。うん、because なぜなら、なぜなら、this week is ここまで。意外に弱い。ここまで。意外と赤坂さんみたいな。え、お相手、お相、うん、 DJ is 今日 it's shine パフラワー秋人黒川は。And the six 僕ら。And what's your name? Kiss my what's your name? My name? What's your name? My name is Kiss my foot to 高橋二階堂。And my name is.Ryota Iwasaki. And Akane Sakanoue. And Naku Yabuki. Thank you. Oh, see you.
Goodbye. See you next week. Bye.月曜の皆さんお疲れ様でした。こんばんは、稲見安寿です。さあ2月も19日となりまして、中尾柄なんて中日となってまいりましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。風邪ひいてないですか。なんかね、やっぱいろいろね、寒くなってくると体調も崩されやすくなるかななんて思いますけれども、稲見は本当に怒涛の12月1月を乗り越えたということで自分に自信がついております。本当に風邪ひかないねやっぱ昔ね、ばあちゃんとかにもバカは風邪ひかないなんてこと言われましたけど、なんてこと言うんだなんて思ってましたけど、まあ実際、半分半分だなと日々を過ごしながら思っておりますけど、2月はね、やっぱこうなんかさ、28歳になりまして、なんかこうだんだん30歳に近づいてくるわけじゃん。あと2年で30歳か。なんかね、意外とこう昔は、いやー30代かーみたいな、なんか何してるかなーとかってすごい思ってましたけど、今こうあと2年で30歳で、わーどんな人になってっからーみたいな、すごいなんかワクワクの方が強くなってきてて、ってことはなんかイコールやっぱり、まあ1月のそのね、1ヶ月で3本舞台やりきったこともそうでしたけど、やっぱ昔じゃ到底できなかったことをしっかりとやってのけることができるようになったのって、すごい、まあ周りの方からの言葉もありますけど、やっぱ自信が少しずつ少しずつ身についてって、大丈夫できるって自分に言ってあげられるようになったからだなーって思いながら、1月はずーっと過ごしてて、苦しいことあってもしんどいことあっても、なんかそれこそあっぱれを聞いてくれてるみんなが元気になるように、私もこうみんなからの言葉でいっぱい励まされたり、こう辛い時こそやっぱ大事な人たちの顔が浮かぶっていうか、だからこの、すごいやっぱりね、久しぶりにこうスタジオで今こう収録してて、なんか楽しいね、やっぱ。なんか安心感すごいあるな、みたいな。あ、やっぱ、ホームって大事なんだな、で、イナミンタウンもそうですけど、やっぱ大事なんだな、っていうのすごい、なんかね、実感しますよね。なんかそれこそ踊ったりとかもしたりしてても、ああ、やっぱこう、こう、芝居をもちろんやって、コン詰めていろいろやっていくことも大事だけど、あ、やっぱ、ダンスとかやってると体がリフレッシュされて汗かいていいよなーとかも思うし、やっぱ使ってる部分が、こう、滑舌で口だったりとか、脳みそだったり、芝居するときは目だったりとか、もういろんなこと使ってやってるから、おのずと体が強くなってってんだなーっていうのをすごい日々感じてて、だから2月もね、気はもちろん引き締めたままですけれども、しっかりと休みつつご飯もちゃんと食べて、ほんでなんかこう辛いこととかも少しでも忘れるようなね、リラックスした2月を、リラックスしながらお仕事をやれる2月にしたいなーなんていうことを思っておりますんで、皆さんもね、1月いっぱいこうね、休み明け、正月休み明けで、うーん頑張ったなーって思ったら、2月はほっと息ね、一息をつくような2月にしてあげてもいいんじゃないかなと思いますんで、ぜひやっぱり稲見を聞いて、この時間ぐらいはリフレッシュしててもらえたらいいんじゃないかなと思っております。さあ、今ラジオを聞きの方は X でハッシュタグカタカナやっぱり2 数字で173をつけてポストお願いします。あっぱれ稲見1名様やってます。メールは173アットマーク MBS1179.com まで。皆さんからのお便りお待ちしております。いつも投稿ありがとうございます。今夜はお便りをご紹介していきますよ。まずはラジオネームカタカナでスナエさん、どうもありがとう。あんちゃんおこんばんは。おこんばんは。あんちゃんは旅行は好きですか？あー好きですよ。旅行をするんだったら観光地を回る旅行、リゾートでのんびりする旅行、グルメを堪能する旅行、アクティビティを楽しめる旅行、あ、こうやって見るといっぱいあるんだね。友達と行く旅行、一人で行く旅行などなど、どんな形の旅行が
好きですか？私は日本47都道府県を全部行ってみたいという夢があり、いいですね。休日に県外に一人で旅に出るのが好きですといただきました。ありがとうございます。あのね、これあるんですよ。私こういう、旅。まあもちろんね、やっぱこう、切羽詰まった日々を過ごしてると、めちゃくちゃ旅行行きたくなるんです。んで、公演中にね、ちょっとさすがに、来てますね、疲労がっていう時が何回かあって、3ポイントぐらいあったんだけど。その時に、現実逃避をするかのように、一番近く、パッと行ける旅行先を探したの。んで、まあもちろん箱根とかね、湯河原、いやありますけど、温泉が、やっぱそういうとこっていうのは、いわゆるこう、観光メインでたくさんの方がいらっしゃるので、人は多いよね、と思って。で、しかも楽しむぞっていうマインドで来てる人が多いから、こう、ちょっと鬱蒼とした気持ちで、ってなったら、なんかちょっとや、ダメかな、あんまかな、なんて思ってて、私が見出した答えは、栃木県だったんよ。結構こう都内からパッと行ける距離なんですよ、電車で。ほんで私が編み出した2月にやりたいプチ旅行みたいなが、宇都宮駅に行き、ほんでまあもちろん時間はかかるけど行き、まず降りて駅前の美味しそうな餃子屋に入る。で餃子となんかこう、おつまみメンマじゃないけど、ああいうのあるじゃないですか。ああいう系のものを一品頼み、ビール、瓶ビールを飲んでやってみたい。大人じゃないですか。私はまだできない。まだやったことないから。しかもビールなんて普段全然飲まないのに、ちょっとそういうとこだけ、なんかこう、紳士の皆様方を真似して、ちょっとやってみたい。カウンターで。っていう憧れができて。でも、マジで、駅パッて降りて、餃子さって入ればいいだけじゃないですか。な、有名な、ミンミン。行ってみたいね。でっかい餃子。美味しそうだよね。めっちゃ行ってみたいとこ何店舗かあって。で、リラックスして、ちょっと街並み見たりとかね、お土産みたいなの見てみて。ほんで、お家にさ、持って帰って料理したらいいかな、アクセントになるかな、みたいなお土産を自分用に買って、佐野ラーメン食べて帰る。最高じゃない？いいのよこれでって思った自分で。うん、実行に移すかどうか決めてないけど、でもそれでちょっと逃避してた。最高じゃんみたいな。うん、うわめっちゃいいなこんなんっていうのをすごいやろうって思ってて、で2月もしかして宇都宮に神出鬼没に現れるかもしらんよな。でも本当にやりたいと思って。でもう一個の候補が茨城だったんですよ。横浜とかも私あんま行ったことないんで、中華街行ってみたいんですよ。行ってみたいんですけど、まあ、いつかロケとかありそうだよな、みたいな。んで、そこもやっぱ結構若い子たち多いから、のんびりってわけにはいかないかな、みたいな。って思ったら、やっぱそう、外れるわけよ、候補からは。で、私が見出したその茨城に見出した希望は、あんこう鍋。うまいどあんこう鍋食べたことない人いると思うけど、私ね、昔居酒屋でバイトしてた時の店長が、まあ、自営業でね、自分のお店だったんで、好きな料理をたくさん考えて、考案して出すわけですよ。その一品にあんこう鍋があって、食べる機会まあないんすよ。で、全然もうわかんないし、その時に、まかないで出してもらった、あん肝の、お味噌に溶かしたい。それを白いご飯にザッとかけてひゅってかき込む。死ぬほどうまかったですよ。マジで。で、あんこの身がどんな味だったとか一個も覚えてない。そのあん肝が溶けたお味噌のスープの味が忘れられなくて。で、調べたら茨城は名産だって言うじゃないですか。これはもう、ありだなみたいな。なんだったら一泊しちゃってもいいなぐらいに。結構名店が多いんですよ。調べたら。で、もし茨城の人、もうね、これ関西ですけど、ね、関西ですけど、関西の人も、あ、それだったら茨城行ってみようかなってタイミングがあるかもしれないですから、ぜひ茨城県民の皆さん、私に送ってきてください。ここぜひ稲見さん行ってくださいって。今ね、その2候補ですね。宇都宮か茨城か、みたいなところで、行きたいなと思ってます、近々。はい、ありがとうございます。んで、じゃあもう1つ行きますか。行けそうですかね。サクッと。
ラジオネームりょうすけさんです。ありがとうございます。あんちゃんこんばんは。寒い日続きますね。冬はいろんなことが面倒になってしまう季節ですが、中でも車のフロントガラスがガッチガチに凍っていた時、今すぐ使いたいのにと途方に暮れながら作業するのが恒例になってます。あんちゃんは寒い時期は可能な限りやりたくないなって思うことありますか？うん、まず布団から出たくない。こんなもう世の中一択でしょ。ベッドから出たくない。そらそうよ。でもね、私には今新しい救世主がいるんですわ。まあ、新しいパジャマを買ったよっていうことももちろんそうなんですけど、それだけじゃないです。私の今日の手元にもいてくれてます。たまごっち買ったんだよね。本邦初、稲見さん、たまごっちユニデビューしました。ありがとうございます。お誕生日プレゼントに買ってもらいました。たまごっちユニ。かわいいんだから、これがまた、私より朝早く起きてっから、こいつ。かわいいよ。でね、まずおトイレの処理してね、おはよう言うて、ご飯食べさせて、今のたまごっちすごいですよ。カラー。画面、しかも喋るから。たまごっちの言葉で。かわいいのよ、それがたまんないの。もうね、で懐かしい、ピーロー、ピララっていう音。たまんねえ！こんなん、平成生まれ、たまりません。しかもね、96年生まれなんですよ、たまごっちって。同い年なの。マジでシンパシー。やばくない？んで、今日ね、朝起きたら、今ね、じゃがりことコラボしてるんですよ。ほんで、パスワードみたいなの入れると、じゃがりこキットもらえるの。ほんで、かわいいね。芋掘って、じゃがりこのキリンと一緒に食べてたりとかするんだけど、今日、朝起きて、知らないたまごっちが家に上がり込んで、二人でじゃがりこ食ってて、え？しかも、昨日とは違う姿になってて、進化を見逃すっていうね。もう最悪。そのために、枕元にタバゴッチ置いてたのに。誰？まず起きて、ば、誰？え？で、隣のやつも誰？え、じゃがりこ食ってる？誰？みたいな。もうね、朝起きるのが楽しい。飛び起きたね。で、ちょっと万歩計みたいに、20分間だけ一緒に歩けるんですよ。可愛くないっすか？で、満足げ。素材ゲットして、なんかこう、クラフトみたいなことできるんだって。まだそこまで行ってないんだけど。すごいよ。で、タマバースっていう、今流行ってるじゃない？そういう空間。に行けるの。すごくない？ Wi-Fi で繋いで。で、これ、何がすごいって。季節ごとにイベントがアップデートされるんです。Wi-Fi 繋がってるから。すごいよ。もう飽きることを知らない。あつ森もそうでしたけど、それが今、たまごっちで手元でできるんですよ。たまんない。しかも去年出たてほやほや。ってことは、まだまだイベントが詰まってる。もう何っちが追加されるかもわかんない。嬉しいよね。あるかもしれないですよね。そんなこと。もう、でもね、まだね、ベビー期になって、なんとか期がね、何個かあるんですよ。今でも日数にしては2日目の子で、あとね、たまごっち性格あるんすよ。すごくない？あるじゃないですか。そういう性格で個体差があったりとかするわけじゃない。世の中にはゲームはね、うちの子やんちゃ、かわいいやんちゃな男の子育ててます。かわいい、もうたまんないよ。朝起きるの辛いなって、寒くて出たくないなって。りょうすけさん、たまごっちどうですか？はい、ということでね、稲見に質問感想やってほしいことありましたら、ぜひお送りください。メールアドレス 173@mbs1179.com 173@mbs1179.com まで。番組公式 X アップしています。リポストポストお願いします。それではハッシュタグあっぱれ稲見とほなねん待機して、お相手はあんちゃんこと稲見あんじゅでした。ほなねん。